ジャニーズ新事務所トベの舞台裏、平野市洋人宮寺ゆうがいい、イムップ、後発になった街状態、女態。日本の芸能界における最新の動向について、トベトビーという新たなジャニーズ事務所に焦点を当ててみましょう。この記事では、ジャニーズ事務所から続々と離れていくアイドルたちが新たな舞台での活動を始める中で、トベの舞台裏に迫ります。 特に、元キングプリンスへの神宮寺ゆ太と平野紫耀が所属するボーイズグループ、イムップがデジタルシングル、クルージンで世界同時配信デビューを果たし、その後の動向に注目が集まっています。イムップの爆発的なデビュー。 8月18日深夜0時、ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明式キーる新事務所と米の所属が発表されたボーイズグループ、イムップは、デジタルシングル、クルージンをリリースし、世界同時配信デビューを果たしました。その瞬間から、イムップは日本中で大きな話題となりました。わずか14分後には、旧ツイッターで、クルージンが日本トレンド1位に躍り出たのです。 イムプエの活動は、ジャニーズ事務所でインパクトオーズとして2020年10月からスタートし、その後の活動が大いに期待されていました。しかし、2023年5月にジャニーズ事務所を退除し、7月14日にトベへの所属が発表されたことで、彼らのファンは新たな一歩に胸を膨らませました。トベのメンバーたち。 トベとは、滝沢秀明氏が率いる新しいエンターテインメントカンパニーで、イムップの他にも多くのジャニーズ出身のメンバーが参加しています。イムップよりも前に、元 V6 の三宅県、元キングプリンスへの人従自ユータ、平野市要がトベに合流していました。さらに、元ジャニーズ JR の大統立機の所属も2023年8月16日に発表されました。 注目すべきは、元キングプリンスへのキシユータがジャニーズ事務所を9月30日に退場することが決まっていることです。その後、キシユータがトベに加入する可能性が高まっており、これにより彼がトベメンバーとして活動することが噂されています。一部の女性指揮者は、キシユータの参加によって、イムップの活動が順番を待っていたことが示唆されていると語っています。 なぜイムップが後発になったのかなぜイムップがトベのメンバーとしては後発となったのかその理由について考えてみましょう。元キングプリンスへの神宮寺ゆ太と平野耀は、イムップよりも早くトベに合流していました。さらに、彼らは十分な人気を持っており、すでに楽曲を発表していてもおかしくないポジションにいました。 しかし、イムップが先にデビューした理由については、シユータの参加を待って3人で活動するためとの見方が存在します。トベの今後の展望。やめジャニが続々とトベに集結する中、この新しい事務所がどのように成長し、どのような活動を展開していくのかが非常に興味深いです。また、 トベはオーディションで発掘した新人のお披露目も控えており、その動向も楽しみなところです。ジャニーズのファンや芸能界の注目株として、今後のトベの展開に注目しましょう。結論。新しいジャニーズ事務所トベは注目を浴びる中、イムップのデビューとその後の展開について検証しました。イムップを大きしゆうの参加を待っていたとの見方があり、 トベのメンバーたちは今後の活動に期待が高まっています。また、トベは新人の発掘にも力を入れる予定であり、今後の成長が楽しみです。ジャニーズファンや芸能界の注目を集めるトベの動向に引き続き注目していきましょう。